フットラップの説明をします。設置した後、コウモリが通る林道や洞窟の出入り口などにカーフトラップを設置します。設置した後、コウモリが飛んできます。で、コウモリの出す超音波で最初の糸の間を通り抜けようとします。最初の糸を通り抜けた段階で、次の糸がちょうど真ん中に位置してますので、ここで挟まります。で、ここからはまって身動きが取れず、下にコウモリが落ちていきます。で、下のバッグの中に入ったコウモリは、この布製を伝って、布とビニールの間、ここに挟まろうとします。で、この間をくぐってきたコウモリが、この間、布とビニールの間の一番上まで来ると、これ隙間ですので、安心してここで安らかに眠るとという仕組みで、コウモリが捕獲できるトラップです。